全国の保険組合などおよそ3400団体のうち293団体で不適切な方法で紐付け作業がされていたと発表しましたさらに適切な紐付けがされていたか確認できなかったのは全体の3割に当たる1010 10団体でした厚労省はこれらの団体に関して再点検をするとしています マイナ保険証ではトラブルが相次いでいて今月末までに点検結果の報告を求めています。